俳優の藤原紀香さんが、夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助さんは共演 NG だったことを14日、自身のインスタグラムで明かした。藤原さんは、全く仕事になりますが、結婚して7年、これまで、芝居などを含め、CM やイベントなど夫婦共演のお話をいただいていた経緯もありながら、それはどうなんだろうと、実際、お断りをしておりました、と公表した。解禁作は、映画、飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めて片岡さんは大阪府知事役、藤原さんは神戸市長役で出演した。藤原さんは、別々のオファーの後、結果的に夫婦共演となったわけですが、思い切って挑戦させていただきまして、しかもめちゃくちゃ夫婦仲のよろしくないお役で、脚本の徳永さんがノリノリで書いたという普通はありえないシーンなども、映画の中の最高のブラックジョークだから、という竹内監督の言葉を信じ、笑い、最高にくだらない、褒め言葉、脚本をひたすら真面目に、真剣に、思い切り振り切りまして、と振り返った、作品についても、ディスりながらも愛があるもので、それぞれの故郷に思いを寄せられる素敵な映画になっていて、素敵なスタッフ&キャストと共にこの映画に参加できて幸せでした、と感想を述べた。